はいどうも、いつきんです。久々の動画投稿なんですが、最近のエピックセブンはやや動きがなく、アップデートも復刻イベントとかでやや停滞気味だったかなと思うんですが、これから夏にかけて新しいイベントであったりとか、世界大会が今年も開かれるので盛り上がっていくのかなと思います。そしてその第1弾として新しい英雄が発表されました。この新しい英雄はいつもと違う形で発表されたので、やや特殊なキャラなのかなというところなんですが、その性能も新しい試みが試されているキャラクターなので、今回紹介をしていきたいと思います。また最近動画がですね、内容がかなりマンネリ化してるかなと思ったので、今回から新しい試みを取り入れてみました。というのも海外の反応もちょっと見てみて動画で紹介していこうかなという試みとなっています。こちらもぜひね、海外の反応とかを見て日本の人の感想などもコメントでいただければなと思っております。それでは新キャラクター悟空の紹介をしていきます。はい、それではまずキャラクターのデザインからなんですが、いつもと違ってプレビュー動画がありません。これがスマイルゲートがプレビュー動画を作る暇がなかったのか、それだけ悟空が特殊な立ち位置のキャラクターなのか、ちょっと判断できないんですが、デザインを見る限りめちゃくちゃ出来がいいということで、キャラクターのコンセプトアートみたいなのも一緒に掲載されているんですけど、どことなく戦隊もののヒーローみたいな感じで、個人的にはモロタイプの英雄となっています。そしてそのままストーブのコンセプトアートの下に行くと、キャラクターの紹介が書いてあります。悟空といえば日本でもかなり馴染みあるキャラクターだと思うんですけど、如意棒を使って戦うというキャラクターになっています。この悟空のキャラクターは貴族星の星5天活球のウォーリアーということで、天活球というと闇ベローナとかコラボキャラのレムと同じステータスとなっています。攻撃力と生命力が高くて、刻印集中でさらに攻撃力を上げることができるというふうに書かれています。そして悟空のスキルなんですが、まずスキル1ですね、敵単体を攻撃し自身にシールドを1ターンの間付与、攻撃力が高いほどシールド効果がアップ、さらに自身のターンに使用した場合全体攻撃に変化というふうなスキルを持っています。これに関しては最近の潜伏環境、特にゼニュアなんかも潜伏をしてくるようになったので、今までと違ってアーチャー以外もガンガン潜伏をしてくるっていうような環境が増えてきました。それに対して有効なスキルなのかなというふうに感じます。続いてスキル2、クリティカル抵抗率、貫通抵抗率が 35% アップ、攻撃を受けた時クリティカルが発生しなかった場合、自身の攻撃力とスピードを 20% ずつ最大3回まで累積するとなっています。クリ抵抗と新しい効果貫通抵抗というものが実装されます。貫通抵抗はこれからの英雄にも実装されていくであろう効果で、 35% と中途半端な数字なので、スキル強化で 50% まで上がっていく可能性が高いと見ています。海外ではモチーフ古代遺物でクリ抵抗が15、貫通抵抗が15上がる異物が出るんじゃないかと予想されている方もいました。攻撃力とスピードが累計で最大 60% まで増えるので、かなり受け身な英雄であるというふうに見れるんですけど、攻撃力依存でありながらかなりブルーザー寄りにしないと攻撃を耐えることができないというキャラクターで、ちょっとステータスを盛るのが難しいのかなという感想があります。海外ではこの累積バフがかなり高評価されていて、ステータスは非常に高いものになるんじゃないかというふうに見解を出している人もいます。続いてスキル3ですね、自身に攻撃力アップを2ターンの間付与した後、敵単体を攻撃しスタンを1ターンの間付与する、自身の攻撃力が対象の攻撃力より高いほどダメージがアップし最大 70% までアップ、この攻撃は属性不利の影響を受けないとなっています。自己バフ後の攻撃ということで、かなりダメージは高いものになるんじゃないかなと思います。スタンも一応ついてるので、ゼニュアなんかのキャラクターも一応見れるというふうに作られていて、珍しく貫通ではなくてダメージアップの効果となっています。最近は貫通の方が多くて、貫通の方が優秀なんじゃないかっていうふうにも見えるんですけど、仮に攻撃力が対象より低かった場合、つまり効果が出なかった場合ではダメージ差が貫通よりも少ないという点で、こちらのスキル3の方が最終的なダメージは高くなるという点で有利というふうにも見れます。生命力がめちゃくちゃ高くて防御力がやや低くなっている光シェナなんかには十分ダメージが狙えそうかなというふうにも思います。
さて評価なんですけど、やや試験的な匂いがするキャラかなということで、やはり貫通抵抗という新しい効果、これがですね一旦テストのためにこの悟空に実装したんじゃないかとも見れます。同じ天下級のウォーリアーで仮組みしたんですけど、ステータスはだいたいこれぐらいになります。かなりですねやっぱりきついですね。攻撃力はスキルに頼って3500程度でいいと考えるとして、貫通抵抗の関係で防御力がないと貫通を抵抗したとしてもダメージが入ってしまいます。なのでそれを効力すると防御力も欲しいし、貫通キャラはだいたい火力も高いことが多いので、生命力がないとそもそもダメージを受けてしまってすぐ倒されてしまうという危険もあります。そうなるとステータスが全然足りなくて、特に攻撃スケールのキャラクターなんですけど、普通にクリティカルも欲しくなるスキルなので、クリ率を盛るか割り切って攻撃と耐久だけにするかはスキルダメージを見てからになりそうかなという感じがします。で、今のところはですねステータスが全然足りないので、スピードもですね切ってしまってスキルを頼るというふうに考えて、脚具のメインオプションを攻撃力か生命力か防御力のいずれかにするのが一番いいのかなというふうに考えてます。さてそれでは今回からの新しい試みということで、海外の反応をですね見ていきたいと思います。まず一つ目に、貫通抵抗は次の奈落のセシリアバランス調整のテストなんじゃないかというコメントがありました。これはまさに僕も思っていて、闇セシではないかもしれないんですけど、次のバランス調整か新しいキャラに貫通抵抗を実装してくるんじゃないかというのは非常に強く感じています。おそらく皆さんもこれを見たらですねそう思うんじゃないかなと思うんですけど、まあほぼ確実に貫通環境になっているので、貫通抵抗のキャラクターが増えるのは間違いないかなというふうに思います。そして次に、新しい亀裂用の英雄ではないかというコメントもあります。これに関してはちょっとグレーではあるんですが、以前レディットにそういった投稿があったということで、やや情報漏洩なんじゃないかという懸念するところもあるんですが、そういった投稿があったということで、この悟空は亀裂用に準備されたキャラクターなんじゃないかというふうにコメントをしている人がいました。これに関してはちょっと微妙かなっていうところで、まあそもそもそういった情報が漏れていたのであれば結構問題でもあるし、新しい亀裂が来るとは言われていますが、まだまだ調整が難しいんじゃないかと思っているので、そういった英雄をこの段階で実装するかなというふうにも考えるので、ちょっと僕としてはないかなというふうに見てます。そして次に、デザインが最高にいいということで、これは本当にねめちゃくちゃいいですね。見た目がかなりかっこよくて僕も気に入っているので、使い勝手が良ければガンガン使っていきたいかなというキャラなんですけど、以前実装されたケインもですね見た目がめっちゃ好きだったんですけど、ちょっと対人では使いづらいっていうところがあったので、この悟空も対人で使いにくくならないようなねスキルダメージとかを準備してほしいなと思います。そして最後に、不死型って名前がついているのに不死の効果なくないっていうコメントもありました。これもね一瞬見た時思いましたね。不死型っていう風に名前についていたりとか、スキル2の名前が不死の実っていう名前なんですけど、残念ながら不死効果は一切なく、まあ、単純に貫通抵抗とかで耐久力があるから不死という風に言ってるのかなっていう感じで、ちょっとね面白いなと思いました。という感じで、海外の反応は概ね悪くなさそうで、どちらかというとデザイン性能ともにかなり高評価を得ているみたいです。問題のガチャなんですけど、通常ガチャなのか限定ガチャなのかは今のところ発表はありません。ただ孫悟空がモチーフとなったキャラということで、中国がちょうど1周年が近いのか、1周年がもう経ったのかちょっと確認してないんですけど、ちょうどそれぐらいの時期ということで、そういった記念的なキャラでもあるというのを考えると、限定ガチャの可能性も高いかなというふうに予想してます。はい、ということでスキル見た感じ、最近のぶっ壊れ英雄であるゼニュアなんかと比べるとそこまで強くないかなっていう風にも感じるんですけど、皆さんいかがだったでしょうか。ぜひですねコメントで感想などいただけると助かります。で、この悟空なんですけど、ストーブの投稿には6月20日にメンテナンス後確認ができますという風に書いていて、実装されますとは書いていないので、来週実装ではなくて来週もしかしたらプレビュー動画が来る可能性があります。その際はですね改めてレビューしていきたいと思いますので、ぜひそちらもご視聴ください。というわけで今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。